わかってるわよ。いらっしゃいませ。そこだ。はい、お待たせしました。まずいわね。逃げてく。何ダメージだ。回路しっかりね。無理、動けない。使います。押してまいる。させるか。来た。受けてください。一体倒した。それ。あ、ごめんなさい。そう、2ターンしか残らなくなった。お願いします。早くやって壁役として出してもよかったかも。お茶だ。なんかすごいな。少し待ってください。ここ何があったんだ今。できました。さあ集団攻撃すごいな。チーム倒しました。やりましたね。倒しましたが、お疲れ様でした。っていうところですね。はっ、キラッサー、旅の続きって。おい、ランプどこに行くんだ。おっと、再起動がかかってしまいました。もちろんはいです。どんな敵でも油断禁物だ。え、なんで、なんで復活したの。ごめんなさい。全力でやらなきゃ。調子に乗るな。はい、わかってるわよ。まずいわね。水は強く結構効く。これが回路しっかりね。2体倒しました。何するの。ごめん、 あとお願い。いや、まだですね。はい、キノ倒された。まだまだです。押してまいる。させるか。絶対に倒しました。ここだ。さあ、ここで拾え。ここにあり。何かのもう、謎ですね今のは。ごめんなさいね。まず1体倒しました。撤退しちゃった。かなり苦しいぞ。絶対に許さない。まずいわね。結構効きますね彼女の攻撃は。なんとか保たないといけない。甘く見ないでね。そんな。もう無理。動けない。負けられないのに。まあ、もちろん入っていきます。勇気を出して。
べきだからな。守ってるだけじゃ潰される。反対のこと言ってますね。ごめんなさい。ここだ、来た、回復した。言ってよければ何でもしちゃうよ。まずいわね。ガイはしっかりね。倒しました。やったわね。さて、ちょっと上級以上となると厳しいですね。ではですね、続き収集クエストを続きをというところなんですが、復刻記念追加シナリオ、よし、行くとしよう。外伝がありますね。そちらもやっていきたいと思います。お泊まり。お、なんか今超高速移動した。急ぎすぎだろう。ん、まずは大丈夫ですか。いえ、そのペコリン事件、誰だろう。これやばいだろう。やばすぎだろう、この格好。本当に最小限のとこしかカバーされてない。びっくりした。よし、さあ追加クエストは20日から毎日一つずつ解放されるみたいですね。今日もはかどっておられるみたいですね。ということで、今度は、光太陽属性ですね。頑張るか。人は微笑みなくすだろう。というわけで、この辺もパワーアップしないといけませんね。チロエ、すごいな、武器も星5武器もレベル100までいってるやん、この人。やってやろうじゃないのさ。そこだ、来るな。やっ、 OK。 とっておきの必殺技だ。さあ、ソーニャちゃんレベル10枚もいってんのですね。お前の仕業か。すごい勝負あったな。もうちょっとですね、レベル50に上がるまでは。はかどっておられるみたいですね。さあ中級行きましょう。すぐです。さあ宣告さん、これがボーナスになります。準備できてるよ、早く行こうよ。
な。ここだ。えい。確率に上げていきます。お、チャンス。出たな。やっぱお前の仕業か。勝負あったな。振るう時が来たようですよ。さあ、上級ですね、次は。さあ、ボーナスをもらいに行きましょう。さっさと終わらせる。さあ、ここから気をつけないといけないな。なんだこのでかいキャラは。これでも食らえ。エリア。やっ。倒しました。ワンダ。ワンダ。エリア。後方支援は任せた方がいいです。エリア。チャンス。もうちょっとこれ撤退して回復できる人に変えよう。手ごわそうだが何とかしよう。回復できないのか。とっておきの必殺技だ。そもそもやっぱり怖い相手になりますよね。お前の仕業か。強い。なんだこれ、すぐ取れますね。よし、それならジャンプサーブ。ジャンプサーブなんてあるんですよね。撤退しましょう。今の私たちでいけるかしら。さあ教えて、セルアたち。チャンスです。とっておきの必殺技だ。はっ。やっぱお前の仕業か。なんとか倒しましたね。苦戦するとは。苦戦でした。思ったよりも。お、レベル、ランクも上がりました。ああ、今日もはかどっておられるみたい。はかどるということで、難しいな。これ単純にこれではうまくいかないから、これをこっちに落として、
これを、そうするとどうなるの？高山遥かってどうなんだろうね。ステータス確認って難しいですよね。どうやってステータス確認するんだろう。どうしましょうか。悩むところですが、家かな。ちょっと相手が強いような気がする。さて、腕を振るう時が来たようですよ。とりあえず上級進めていきましょう。私が行く。そこで見ていろ。長引きそうかな。えい。恋する力がみなぎってきたよ。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを解き放つ。そうですね。すごいダメージ。
けますね、十分。後方支援は任せろ。えい、絶対負けない。チャンス、いくよ。とっておきの必殺技だ。お前の仕業か。もう引き続き行きましょう。ダメだったのはこれが原因なのかな。さあランプ、あえてランプをちょっとチャレンジ、ランプを登場させてみましょう。本気を出して良さそうだな。やばい、ランプなんかえらいイケメンに、見過ごすわけにはいきません。イケメンに見えますね。悪さは許しませんよ。この縛りっていうのを消滅させていきましょう。やっ、チャンス。チャンスです。そこだ。結構なダメージ与えられてますね。恋する力がみなぎってきたよ。こういうね。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを解き放って。そばにいてくれ。一気に来た、強い、まだいけんじゃないですかね。さて腕を、さあ今度こそこの面を、チャレンジしてクリアしていきたいと思います。倒されたすごい。卑怯だって怒るのは素人だ。神様のお力をお借りします。やな、笑いがここまでだ。倒されちゃった。使いましょう。私頑張る。と攻撃する。いくよ。
お願いします。はるかは私が守る。うわはるか、どうぞ。いや強いかも。つい恨みっこなしだからね。うららの力お見せします。始めましょう。さあこれは何もレベル1ですね。まだ茶の葉たち、おお強い。しかも暗い。一人だけになっちゃったよ。苦しいな。ウララの力お見せします。はい、さあ行きますが、始めましょう。レベル2上がった。さあ教えて茶の葉たち。すごいスピード。誰も倒せなかったぞと思ったらまだいける。先生失格かしら。失格です。教え方が悪かったのかしら。でもリトライします。いいえ。てかいきなり攻撃されてるし。弱すぎますね。とっておきの必殺技だ。はっ、やっぱお前の仕業か。大地大地失敗技もなく倒されちゃってますからね。ここにお前のエネルギーを解き放って、そばにいてくれ。それって、さあ残り1体。しかも気絶してるチャンス。一泡吹かせてやるんだから。どうなるんだろうこの場合。ようやく倒しました。なんとか勝てたね。ああ、今日もはかどっておられるみたいですね。あんまりここははかどってないんで。これがいいかな。ボーナスを。私が行く。そこで見ていろ。プロとして引き下がるわけにはいかない。そこだ。こうしてやるやい。あるんだぞ。ここだ。盾になるしかないですよね。狙われやすい。私を怒らせたな。やっぱお前の仕業か。無理しないでよ。どう、どう、すごいな。
向こうに行きたいになった。行くよ。こっちは今度はやば、今度はこっちがやばい。やむを得ないね。少し、わあ、ありがとうございます。さすがですね。まとめてミッションクリアです。いろいろエマもらえたみたいですね。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。あとは曜日クエスト行きますか。おっと、コインを集められるよ。コイン行ってみましょうか。長期は強いかな。こういうメンバーになってますが、月属性ってどうなんだろう。うるさいですね、さんがいるぐらいか。そんなに強くないですね。だからこの辺もいい人を揃えないといけません。メリー行きますか。リゼ招待出発するぞ。とりあえずお金大事です、このゲームは。逃げたい。これで勝てる。勝てちゃう。おや、それ。あ、でも案外簡単に勝てます。簡単に倒せそう。リゼは単体のみですからね。よっ、全力でいきますよ。私とよさこいしませんか。3、4、3、4、3、1、2、3。はい、はい、オッケー。ね、結構髪の分は全部コイン使ってもいいかもしれないですね。おっと、62番にもなった。すごいな、お金の力はすごい。これさっさと限界突破しちゃいましょう。お金は大事。まず、いいネームができそうです。カオス先生を強化させます。
プロになるとさすがに辛くなりますよね。結構パワーアップ大きなキャラクターが必要になったりします。アイテムがないんですよね、この辺は。多分見よ、これくらいかっこよくなくっちゃな。ミオも強化させる。よし、強くなれた。限界突破とか強化とか大事ですよね。彼女も強化させよう。野田ことね。どう？頑張ったでしょう。頑張ろう、しずくちゃんのためにも。金のパワーアップは誰もできないんだ。リゼをパワーアップさせます。戦場の悪魔が誕生した。日々の鍛錬の成果だな。さあ、キャラクターを5回強化させることに成功です。 ありがとうございます。さすがですね。というわけでもう1回コインの収集ができるかな。できますね。できそうですね。行ってみましょう。みんな、私にフォローミー。少しずつやっぱり強くしないといけないです。仲良しのもアップですね。
あのさ。ん？ねえねえ。おい。なんだって？はい。はあ。どうかな？なんでだよ。もう。そうだな。それなら。ご中佐のそういえば。悪くない。か、うん、おい。なんだこれ。リジカムマジカルラブキュンキュン。なんかメイドカフェかよ。え、リゼに言わせようというのか。恥ずかしいセリフ禁止。それなら。そういう問題。やばそう。まずい。メイド喫茶好きかな。好きかい。あ、そっか。ありがとな。どうかな。そうか。リゼついに行ってしまった。おい。うんうん、素敵です。なんでだよ。さあリゼも仲良しも。よかったら少しお力を貸して。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。まだし召喚じゃない、トレーニングしたいの前に。ダメだよポルカ。一回チケット召喚しましょう。シオン以上出てほしいな。頼みますよ。ダメでした。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。アズニャン強化できたい。できたいってなんだ。アズニャンじゃない。一人強化したいんだが、誰だったっけな。そうですね、クゼバシ先生結構タリーなんで、クゼバシ先生あげましょう。カラスマ先生に近づけたかしら。